なんか食って帰ろうぜ。じゃあ今日は駅前のピザ屋さんにしませんか。お、いいな。お、おお、月城。お、おお、先日は世話になったな、武田さん。ルールは1対1で大量の肉まんを早く食い切った方の勝ちだ。代金は負けたやつのおごり。どうだ、やるか。やるかったって相手がいないだろ。気にすんな、なんだかんだで楽しかったぜ。え、たまたま糸巻きで会ってよ。肉まんを折半していただいたのだ。そもそもなんで猫舌なのに店行ったんだよ。ん、お、ナイストゥーメイトゥー。ん、ダバイ、はじめ。コンビニで買った肉まんは冷たかったからな。多分それチンするやつだぞ。マジか。お前変わってんな。よく言われるが、何が変わってるんだかわからん。じゃ、私はトウコと帰るので失礼する。お、なあ、イガラシ。え、やっぱり糸巻きにするか。え、どうして。中あっちゃ、私の負けだな。最初から日本語使えよ。おめえが肉まん食いたそうな顔してっからよ。イガラシはすぐ顔に出るから助かるぜ。なんだなんだ。うんうん。